声で損してる弟。いやだいやだ、お母さんおもちゃ買ってくれなきゃ、いやだ。おい幸寛、母さん困ってるだろ。兄ちゃん、おもちゃはさ、俺がお小遣い貯めて買ってやるから、今日は我慢しろよ。ありがとう兄ちゃん。ほらゆきちゃん、お店の中でしゃがみ込まないの。お母さんごめんよ、ごめんよお母さん。ああまた人集まってきちゃった。